アポロ・アントン・オーノはアメリカの元ショートトラックスピードスケート選手、俳優。コロラド大学コロラドスプリングスコを卒業し、サプリメント会社8ゾーンを設立。将来はオリンピックのスポンサー企業に成長させたいと言っている。甘いマスクで実力もあり、全米で人気がある。ヘルメットの下のバンダナと小さく整えた顎ごひげがトレードマーク。スタート前は 緊張をほぐすために自らいつもあくびをするという、ワシントン州シアトルの出身、日系2世でもあり、父親が日本人で、母親がアメリカ人のハーフである。父が名付けたアポロは、ギリシャ語のアポト、ロに由来する。ミドルネームのアントーンは、プライスレスワンという意味を持つアンソニーのバリエーション。ニックネームは太く筋肉質な足から、チャンキー。 冬季オリンピックのアメリカ人として合計8個の最多メダル獲得者でもある。2013年4月引退を表明。同年8月にオリンピックの功績が称えられ、シアトルウォークオブフェーム殿堂入りした。ハリウッドの星、手形に対し靴跡が説明と共に埋め込まれるが、大野の靴跡は左回りのスケート靴の軌跡となっている。大野は東京都出身の日本人。 ヘアスタイリスト王の美ゆとアメリカ人の母親との間にワシントン州シアトルで生まれた。1歳の時に両親が離婚し、その後は父親に育てられた。皇はアメリカのメディアに息子と共にたびたび取り上げられる有名なシングルファーザーである。皇の父親は大学の副学長で高校卒業後のサチをアイビーリーグに送り込んだ。会計学を専攻したが失敗し、 親の勧める大学生活に反抗した後、ロンドンのビダルサスーンサロンで修行する。ファッションショーでトップモデルの髪を担当するため、ヨーロッパやニューヨークを巡回する生活だったが、大野の母との結婚でシアトルにヘアサロンを開き定住するようになった。離婚して一歳の息子を引き取り、親類縁者のいないアメリカで一人での子育てを迫られ、ハリウッドでの人気美容師のキャリアを犠牲にした。 大野はやんちゃな男の子であったが3歳の大野の得意な運動能力の才能を父が見出し、ローラースケート、水泳等のスポーツに親しんだ。父親が夜遅くまで働いていたため、小学生になった大野は一人で宿題と食事をして就寝する鍵っ子だった。週末は父の運転する車でスポーツ大会へカナダやミシガン州に遠征し、12歳の時に ワシントン州の平泳ぎのチャンピオンになった。1994年、ディレハンメルオリンピックショートトラックスケートのテレビ中継を見て、競技を始め、すぐに年齢別の3タイトルを獲得する。しかし13歳になると、年上の不良たちと夜遊びをするようになり、大野の父はそのエネルギーをスポーツに向かわせたいと、資産と労力を注ぎ込んだ。1995年、 ジュニアナショナルチーム予選で大野のレースを見たナショナルチームコーチのパトリック・ウェントランドは早熟な強さに興味を持った。オリンピックセンターの入所規定より2歳ほど若い年齢が問題となったがコーチの尽力でニューヨーク州レイクプラシットのジュニアオリンピック開発チームに参加するよう招待された。父はこの子の招待を受けるよう進めシアトルの空港まで送ったが 行きたくなかった大野は友達の家に隠れてしまった。説得のために大野のおばまで動員し、父の護衛付きでレイクプラシッド入りした。厳しいトレーニングをサボり、ピザを食べに出かける大野を見て、コーチはグループの体脂肪テストを行った。最悪な結果に、大野はコーチに対し、太りたくない。早くなりたいと言い、練習に励むようになった。ここ24歳のアメリカ。 最年少賞とト,トラックチャンピオンが誕生した。レイクプラシットからシニア用施設のコロラドスプリングスオリンピックセンターに移転し、1997年に世界選手権が長野市で開催された。大野の家族の背景を知る大会主催者の計らいにより、東京から祖父母が、しかし、観客の盛大な応援も虚しく20位に終わった。 1998年長野オリンピックに行くことを期待したが、調整不足により叶なわなかった。セントルイスでの1998年ジュニア世界選手権で決勝に達することができず苦しんだが、翌年のモントリオールではチャンピオンに、シニアの大会のソフィアでは銀メダルを取り復活した。練習中の呼吸困難があり、2000年に EIB と診断されたが、 適切な治療によって克服した。金メダリストとして地元のシアトルでインタビューを受けるアポロ・アントン・オーノ。2002年3月22日。2002年ソルトレイクオリンピックで使用したオーノのスケート靴がスミソニアン博物館群の一つ国立アメリカ歴史博物館にて展示、保管された。2002年ソルトレイクシティオリンピックのショートトラックスピードスケート競技も参照。 大野は2002年ソルトレイクシティオリンピックにアメリカ代表として出場。男子1000メートルでは5人が出場し、ゴール直前までトップ集団4人の1位だった。この競技で大野は転倒に巻き込まれ、遅れを取っていたオーストラリアのスティーブン・ブラッドバリーに次いで足を投げ出す形でゴールして銀メダルを獲得している。男子1500メートルで大野は2着でゴールしたものの、1着で ゴールした韓国のキム・ドンソンが進路妨害のため失格となったため金メダルを獲得した。だが、これに対して韓国側は大野がキムの反則をアピールするためにオーバーリアクションをしたと抗議し、その後韓国からの一方的な抽象、脅迫が相次ぎ、また国際オリンピック委員会やアメリカ大統領府などにサイバーテロが仕掛けられたため FBI が 韓国側に捜査協力を求める事態となった。また、同年6月に行われたサッカーの世界大会、2002FIFA ワールドカップでは、韓国代表とアメリカ代表が戦った際、韓国代表は、安定感の同点ゴール後に、大野とキムが交錯した場面を再現してみせた。大野への必要な脅迫とサイバー攻撃により、2003年、韓国全州での大会には、 アメリカチーム全員の不参加を余儀なくされた。不在にもかかわらず、それまでの獲得ポイントによって、ワールドカップのタイトルを守った。オリンピック後でも、多くの韓国メディアは未だに、王のを公共の敵と批判している。2006年トリノオリンピックの、ショートトラックスピードスケート競技も、参照2006年トリノオリンピックでは、男子500メートルで、スタートから首位を守り金、メダル、 男子1000メートルと男子5000メートルリレーで同メダルを獲得した。2010年バンクーバーオリンピックのショートトラックスピードスケート競技も参照2010年バンクーバーオリンピックでは男子500メートル決勝の最終コーナーで3位につけていたカナダのフランソワルイトランブレが点灯。続いて2位韓国の聖はじめガシワも点灯し、バランスを崩しながらカナダのシャール・アメリンが1位。 4番手の大野が2位でゴールしたが失格となりメダル獲得には至らなかった。男子1000メートルで銀メダル、男子1500メートルと男子5000メートルリレーで銅メダルを獲得した。大野はこれにより3大会でのメダル獲得数を通算8個としたため、東京オリンピックのアメリカ勢としてはスピードスケート女子のボニー・ブレアの記録を抜いて最多のメダル獲得者となった。 2012年ロンドンオリンピック開催中は、ロンドンに滞在し、NBC ニュース、トゥデイの臨時レポーターとして、オリンピック中継の舞台裏取材を行うなどした。2013年4月24日、選手としての引退を表明した。機体にアポロオーノが描かれた、フォローアポロジェットが就航。2010年2月、バンダナとアゴヒゲをつけたアラスカ航空スタッフが、 ポートランド国際空港とシアトルタコマ国際空港でアポロソウルパッチを搭乗客に配るプロモーションを行った。バンクーバーで活躍した大野とハワイ旅行するアラスカ航空の検証、フォローアポロ2ハワイが実施された。マラソンデビューの準備のため、2011年9月11日、シカゴハーフマラソンに挑戦。記録は1時間40分59秒。 2011年11月6日、ニューヨークシティマラソンにサブウェイサンドウィッチが、スポンサーのチャリティーランナーとして出場した。記録は3時間25分14秒。2012年2月、スペシャルオリンピックスの親善大使として、日本と中国を訪問した。映画パイレーツ・オブ・カリビアンさんのプレミアでサインする、アポロ・アントン・オーの、2007年、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズは、 アメリカの ABC 系列の人気競技ダンス番組で、イギリスの BBC のストリクトリー・カム・ダンシングのアメリカ版といえる。芸能人やスポーツ選手とプロのダンサーがペアになり、厳しい特訓を受けて番組でダンスを披露する。審査員の得点に視聴者の電話投票による得点が加算された点数で競い、最下位のペアが毎週一組脱落し、約10週間で優勝者が決まる。 勝ち抜き方式である。第4シーズン、編集2007年2月、出演者が発表された。ジュリアン・ハフとコンビを組み、はつらつとした演技を披露している。決勝では、力強いパソドブレで満点を獲得し、優勝した。第15シーズン、編集2012年9月放送開始の、第15シーズンにも参加することが発表された。ありがとうございます。